年1月の放送で取材困難なお店として紹介されたアジトイズムのピザそば。口説き続けてくださった AD さんってどなたですか？あ、登場した。登場してきた。口説いたの。すごいいい匂いする。いただきます。うまっ。ほんとこれあのねびっくりする。うん。めっちゃ美味しい。石川くんの奥にいるのが店主の方でいらっしゃいます。え、これ作って今日作っていただいたんですか？先ほど。めちゃくちゃうまいです。ありがとうございます。もう彼がしつこくて。石川くんが。はい。こんな感じなんですけど、芯強。こんなね、細長いのに。美味しそう。スタジオでも大絶賛でしたが、放送後その人気ぶりに拍車がかかり連日大行列。しかし、うち来年やめ、あ、今年やめちゃうんだけどって言った。え、やめちゃうんですか？はい、今年やめちゃうんですよ。店じまい？はい、いろいろとね個人的なことありまして、あの、このメニューだけで今年で15周年になるんですね。はい、それで15年でちょっと括弧を閉じようかなと思いました。石川くんもショックじゃないですか？ショックですね。聞いた時はそうですね。だから出ないって言ったじゃん。なんか関係性できてる。やっぱり2ヶ月くどきに行くと。同じものをやってもつまんないんで、新しいことを何かやりたいなと思ってます。石川くん、今の発言聞いてどうですか？そう、見習いたいです。もちろん僕も行きますけど。本当かよ。息子みたい。めっちゃええやん。なんと2022年いっぱいをもってお店を閉店してしまうことが判明。人気絶頂の中、一体なぜか。スタジオでは深くは聞けなかったので、去年の12月閉店前日に直接話を伺いに行ってみました。どうした？お久しぶりです。お久しぶり。閉店しちゃうってことで、はいはい、閉店しちゃう理由をお伺いしに。今から？勘弁しろよ。営業終わってからじゃあそれやるから、今日ランチショット手伝ってくれる？その後だったら取材大丈夫？わかりました。お前いつも急すぎんだよ。すいません。心強いのは分かってるけどさ、はい、OK？ わかりました。お願いします。はい。多少怒られてしまいましたが、お店を手伝ってくれた後なら大丈夫とのこと。オープン直後、行列はご覧の通りに。想定していた人数をはるかに超えてしまい、なんと開店10分で完売が決定。皆さんのお目当てはもちろんこちら、新感覚混ぜそば、ピザそば。噛み応えのある極太麺とトマトと野菜のオリジナルソースが絶妙にマッチした唯一無二の一品。もう僕は世界一のつけ麺だと思ってるんで、これは、はい、もう最高でした、はい。猛烈な忙しさの中、今までの思いを込め一品一品丁寧に仕上げていく店主三浦さん。一方、お手伝いの石川くんは、うわ、確かに、すいません、申し訳ない、すいません、申し訳ないです。一足間に合わなかったお客さんにとにかく謝る仕事をしていた。閉店後、改めて人気絶頂の中閉店してしまう理由を聞いてみると、
ここをやるときに本当に女神様が現れまして、ポンとお金を貸してくれた方がいらっしゃったんですね。で、そのお金が返済できたことプラス、そこから何年かやって少し蓄えができたっていうことっていう感じが一番でかいんですよね。今からおよそ15年前に小さな飲食店を始めた三浦さん。研究の末、開発したピザそばをより多くの人に食べてもらいたいと大きな店舗への移転を決意。しかし開店資金がどうしても足らず途方に暮れていました。そんなある日、三浦さんのもとへやってきたのが当時のお店の大家さんでした。じゃああんたいくらあったら笑えるんだって言われて、700万って言ったら、ちょっと待ってなって言って700万持ってきてくれたんですよね。現金です、たまたまあったからって。あんたが朝の8時前から来て夜の9時まで9時半まで一人でやってるの私はずっと見てたから、あんたは信用できると思ったって言ってくれて、一度出したものは下げれない、女神様が来たと思って使いなさいと、それは絶対返さなきゃいけないと思って。その後、大家さんへの恩義を返すため、さらに味に磨きをかけ人気店へと成長させた三浦さん。7年かけ700万円を完済。そして恩義を果たしたと同時に、やりきった感覚に気持ちが変化していったのだとか。女神さんは今何とおっしゃってます、その終わることに対しては。あんたがよくやったって言ってくれました。これ以上のことはもうできないだろうっていうところまでいけたと思うんで、そういう部分では本当に括弧閉じることができたという。そして最終日、最後の味とイズムを惜しむファンでお店は大盛況。石川、ちょっと洗い物やって。洗い物よろしく。急遽皿洗いに昇格した石川くん。15年分の思いと感謝を込め、最後の一杯まで全力で走り抜けました。本日ありがとうございました。閉店おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな三浦さんに今後の展望を聞いてみると、70まで現役で頑張れるように次の店作る。あ、そうなんですか、うん、あ、じゃあ次の店ももう決まってるってことですか。決まってます。あ、そうなんですね。はい、実は味とイズムを閉店した後、別の飲食店に挑戦するという三浦さん。今の構想は洋食プラスラーメン。洋食プラスラーメン、だってハヤシライス食べてたりだとかオムライス食べてたりして、ラーメンあったらなと思うこと多いのよ。ああ、なるほどなるほど。洋食屋さんでね、あまりないようなハイブリッドやりたいかな。なんと洋食店なのにラーメンも出すというなかなかチャレンジャーな構想をしている三浦さん。詳細は近日味とイズムのツイッターで発表されるらしいので、皆さんチェックしてみては。